おはようございます6月18日木曜日の東京インフォメーションです東京都は事業者向けに感染防止徹底宣言ステッカーを作成しましたこのステッカーは事業者の店や施設などの目立つところに貼るなどしてその店や施設が都民が安心して使えることを知ってもらうためのものです申請にはまず事業の業種に応じたチェックシートから 店や施設で実施している感染防止対策の実施状況を確認してください。未実施がある場合は追加で実施してください。すべての感染防止対策が実施できていたら、感染防止徹底宣言ステッカーをオンラインで取得。取得したステッカーを印刷して、店など施設の目立つところに貼ってください。 利用者は感染防止徹底宣言ステッカーにより安全に利用できるお店であることを確認できるとともにステッカーに印刷されている QR コードをスマートフォンなどで読み取ることで事業者が行っている感染防止対策を確認することができます。詳ししくくは東京都防災ホーームページをををご覧ください保育士の資格を持つ人などを対象にした就職支援研修相談会と 就職支援セミナー保育実習が開催されますこれは保育士の資格を持ちながらしばらく勤務していなかった人や働いたことがない人などが保育施設で活躍できるよう支援するものです保育士就職支援研修相談会は近い将来保育の現場で働きたい人が対象です就職に向けての心構えや地域の保育施設との就職相談などがあり 保育人材コーディネーターの個別就職相談もあります9月12日土曜日ほか全6回開催されます保育士就職支援セミナー保育実習はもう一度保育の勉強から始めたい人向けで保育の専門知識や保護者支援などについて学ぶことができます希望者には保育現場実習もありますこちらは8月10日と11日の小前市での開催から順次開催される予定です いずれも受講料は無料です詳しくは東京都保育人材保育所支援センターのホームページをご覧くださいテレワークができる宿泊施設をエリアごとに紹介するウェブサイトが開設されましたこれは都と全日本シティホテル連盟が連携しテレワークができる宿泊施設と 自宅でテレワークなどをするのが難しい社員などのテレワークの場を確保したい企業などを募集してマッチングさせることで都内事業者のテレワークを促進させることを目的にした取り組みの一環ですウェブサイトホテルワーク東京にはエリアごとに宿泊施設名最寄り駅や喫煙環境、参考料金、ネットワーク環境などが記されていて ウェブサイトから直接宿泊施設宛に利用に関する問い合わせや申し込みができますこのウェブサイトには今月11日の公開時点でおよそ350施設を掲載していて今後も随時更新予定ということです東京都知事選挙が今日告示されます東京都知事選挙は今日告示され投票日は来月5日日曜日で即日開票されます 投票できるのは2002年7月6日以前に生まれた18歳以上の人で、今年3月17日以前から都内に住んでいて、選挙人名簿に登録されている人です。東京都選挙管理委員会は、来月5日の投票日当日に投票所へ行けない人は、期日前投票の利用を呼びかけると同時に、投票の際のマスク着用、来場前や帰宅後の手洗い、 他に投票に来た人たちとの距離の確保に協力を呼びかけていますまた東京都選挙管理委員会のホームページ内には都知事選の特設サイトが開設され今後は立候補者一覧や選挙広報などが順次掲載されます新型コロナウイルス感染症に関して都は熱中症などに注意をしながら手洗いの徹底、マスクの着,着用、ソーシャルディスタンス 三つの密を避ける行動など新しい日常を徹底して実践するよう呼びかけていますここまで東京インフォメーションでした